たわわに実った真っ赤な宝石。市内の直売所には採れたての新鮮なイチゴが並んでいます。形も綺麗で味も甘くて美味しいのでよく買いに来ます。イチゴ大好きです。自分で摘んだイチゴをその場で味わうこともできます。上品。美味しいイチゴを届けようと奮闘する若手生産者たちの姿があります。イチゴ栽培とは、自分を夢中にさせてくれるものです。将来農業を目指すお子さんたちが増えていったらすごく嬉しいなと、その手助けができたらいいなというふうにすごく思ってます。旬を迎えている甘くて香り豊かな船橋のいちごを紹介します。梨や人参、小松菜、枝豆など高い品質を誇る数々の特産物を有する船橋では近年、いちごの生産が盛んに行われており、現在17軒で生産されています。今回の船橋シティニュースはシーズンを迎えた船橋のいちごを、収穫作業やいちご狩りなどの様子、いちごに携わる人たちの声を交えながら特集でお伝えします。1月15日はいちごの日。市内の若手いちご生産者4人が市役所を訪れ、松戸徹船橋市長に出来栄えを報告しました。まろやかな酸味でとても食べやすい品種だと思いますので、ぜひ召し上がってください。よろしくお願いします。とちおとめ、弥生姫など丹精込めて育てられたいちごが並び、それぞれの生産者から品種の特徴とシーズンを迎えての消費者への思いが伝えられます。ありがとうございます。いろいろ天候が不順とかで、いろいろまた毎日が毎日が勉強で頑張らさせていただいております。いちごについては、これから新たな船橋の町の魅力として、また一緒に PR していきたいというふうに思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。先月中旬、日が昇る前から収穫作業に励んでいるのは、三崎で奈々ちゃんのいちご畑を営む斉藤博幸さんです。日が昇ってきちゃって、ハウスの中が温まると、その温まったいちごって美味しくなくなっちゃうんですよね。だからなるべく寒い時、いい状態にの時に取って、早くパック詰めをして、なんか鮮度のいい状態でお客さんに買ってもらえるようにというか、気を使ってますね。はい。およそ300坪というバスケットコート3面分の広さのビニールハウスで栽培されているのは、おいしいベリーや弥生姫など5つの品種です。一つ一つ食べ頃のいちごを見極めながら摘み取っていきます。なんかこのおいしいベリーに関しては、ここの少しプツプツっと裂けてるような感じ、まあ分からない、分かりにくいと思うんですけど、これぐらいがちょうど食べ時、一番味が乗ってるおいしい時。代々地元で大根や人参などを生産する農家でしたが、体の負担や後継者問題などを考え、3年前からいちごを中心とした栽培に切り替えたといいます。両親が働けなくなった時に、奥さんと2人でその市場出荷をしていけるのかっていうのはすごい不安だったんですね。で、この子どもたちも農家継ぐとも限らないっていうので、いちごも細かい仕事たくさんあるんですけど、これだったら年を取っても奥さんと2人でやっていけるのかなと、ってことでちょっと思い切っていちごの方に切り替えたっていうので、はい。収穫したいちごは
隣接の直売所で農園名の由来となった妻の奈々さんがパックに詰め販売の準備を行います。人通りも少なかったりであんまり周知されてはなかったんですけど、だんだん少しずつ近所の方から他の方に広めていただいて、でだんだんなんか3年目になってすごい増えたなっていう実感はありますね。こんにちは。こんにちは。取れたての甘いイチゴを求めて近所から遠方までたくさんの人たちが午前10時の開店とともに次々と訪れます。もう若いご夫婦がとっても頑張ってやってらして食べたらとっても美味しかったので大ファンになって毎回か楽しみに食べさせてもらってます。もう本当に甘くてもうすごいいっぱい食べちゃうくらい美味しいです。でヘタが取るときにパキって取れてすごい新鮮で美味しいです。お客さんが美味しいと言ってくれることが何よりも一番嬉しいと話す斉藤さん。みんなに愛されるいちご農園を目指しています。天然成分由来の農薬をかけて虫や病気から守っていたり、あとはその微生物殺菌剤っていうのを葉っぱにかけてあげて安心で安全なものを消費者の方に提供できたらなと、そういうことを考えながら栽培してますね。お試しでちょっと食べていただいて、で自分の気に入ったイチゴを見つけてもらえたらなと思ってます。丹精込めて育てたこだわりのイチゴは地元の飲食店にも広がりを見せています。習志野台にあるおやつカフェ小屋うさぎでは、お客さんからの紹介により奈々ちゃんのイチゴ畑との交流が始まり、シーズンに入ると新鮮なイチゴを使いケーキなどのさまざまなスイーツを提供しています。もうとっても甘くって取れたてで、しかもなんか農薬をほとんど使わないで作っているので安心して提供できてます。子育て世代からお年寄りまで幅広い年代から大人気です。生クリームも入っているのでいちごの甘さがすごく引き立つような感じです。はい、美味しいです。いちごシーズンに欠かせないのが大人気のいちご狩りです。完熟したいちごの摘みたてが思う存分味わえるのが魅力で、市内でも多くのスポットがある中、今年新たに始めた農園があります。原農薬栽培で作った高品質トマトが評判の院内にあるミストマト農園です。じゃあ一応時間が30分になりますので、はい。超でかい。1月25日のいちご狩りオープン1週間前のこの日、 SNS で募集した人たちを迎えてプレオープンが行われました。少し酸っぱくて甘いのが混じってて美味しいです。地元で先祖代々続いている農家の20代目ミス和孝さんは、いちごを通してたくさんの人が農業に親しんでもらいたいという願いがあります。近所の幼稚園生だったり小学生を呼んでトマト狩り体験なんかをやっていたんですけども、体験がすごく、ね、好評で、お子さんたちもすごく、ね、こう初めて見たと言って喜んでもらったりとか、私ももっと、ね、農業のことを知ってもらいたいっていう中で、トマトだとやっぱりトマト嫌いな方もたくさんいますし、それ以外にもっといい食、ね、ものがないかなっていう中で、あ、これいちご狩りがここでできたらね、すごく農業を身近に感じてもらえるんじゃないかなというところがまずきっかけでやりたいって考えて始めました。およそ300坪の広さのビニールハウスには紅ほっぺや秋姫など5種類の品種が栽培されています。1月にたくさん取れる品種と、3月にたくさん取れる品種とみたいな形で、少しずつ作付けのね、をずらすことによって、皆さんいつ来ても楽しんでいただけるような品種選びをさせていただきました。いちごの栽培にはトマトと同じく
室温や水の量などをコントロールする環境制御装置を利用しているほか、土の代わりにヤシの実の殻を粉砕したヤシ殻を使っていることが特徴です。これがすごくイチゴやトマトにとってもいい培地ですね、はい、で秋姫はここにもありますけれど、ね、細長くて、はい、甘みが強くて、うん、ちょっと大きめの品種です。いちご狩りをより楽しんでもらおうと、妻の美智子さんが開始前にいちごの種類や味の違いなどを説明します。断ってる方が、ね、形として綺麗なんですけど、平べったいと方が甘いです、うん、はい、おいしい、おいしい。プレオープンを通じて初めて行ういちご狩りへの手応えを感じています。まずこういちごがなってるのを初めて見るお客様もいるので、それに驚いていただいたりとか、あとはもう実際にね、真っ赤な完熟したいちごを食べていただくっていうところで、取れたての味を楽しんでいただいて、はい、美味しいっていう声をいただいたりとか、楽しいっていう声をいただいております。今3つ取ってる。2種類がいっぱいあって、味比べができて楽しかったです。近くにできたから何回も来れると思うからまた来たい。いちご狩りを子どもからお年寄りまで幅広い世代に楽しんでもらい、さまざまな種類から好きないちごを見つけてほしいと話します。すごく完熟している状態だと全然味が違うんですよね。ハウスに入った瞬間からいちごの味、香りがするっていう形でね、体験できると思うんで、まずはそのままの味で楽しんでいただければなと思ってます。採れたてのいちごは直売所での販売も行っています。身近で美味しいいちごが味わえるというのは嬉しいですね。いちご狩りや直売所の情報は市ホームページの魅力発信サイトでも紹介していますので、お店や農園を巡ってお気に入りのいちごを見つけてみてはいかがでしょうか。では最後にお知らせです。2月は千葉県薬物乱用防止広報強化月間です。覚醒剤などの違法薬物のうち、特に大麻については検挙人員が増加の一途をたどっています。薬物の危険性を正しく理解し、乱用を許さない社会を目指しましょう。市内の小学生が書いた地球温暖化防止の取り組みをテーマにしたポスターを、市役所1階美術コーナーと船橋駅前総合窓口センターのエスカレーター脇で展示します。地球温暖化防止の取り組みについて考え、みんなで2050年ゼロカーボンを目指しましょう。今月17日土曜日、船橋市消防局音楽隊の創立60周年記念演奏会が開催されます。市民の皆さんと消防をつなぐ音の架け橋として、演奏会では3部構成のさまざまなステージをお届けします。ここで番組をご覧いただいている方に視聴者プレゼントのお知らせです。市立船橋高校と福島県南会津町は潮流施設等利用に関する協定を締結しました。このことから、会津高原の4つのスキー場で利用できるリフト1日券を5組10人にプレゼントします。応募方法は市ホームページまたはハガキに必要事項を記入しお送りください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。南会津町には市立船橋高校の体育科の生徒がスキー実習で訪れるほか、全国の舞台で活躍したサッカー部も夏に合宿を行っているそうです。きめ細やかな雪質と見事な眺望が楽しめるスキー場ですので、ふるってご応募ください。それでは今回はこの辺で失礼いたします。